に素直になれって一体どういうふうになるのって思います。非常にこのパラドックスに私は見えたんですね。蛇のように賢いというのはこうなんかこう悪が聞こえるように取れます。しかしそれが鳩のように素直になれって言うと、なんか人間でもしてるもう忍耐でも徹底的にしてくるのかなとなんかこう逆のように取れました。でもあ、これがクリスチャンなんだなというふうに私は後から少しずつ分かるようになりました。私は随分このもう信者さんからですね、信者さんというそういう方々から教えを組むのがいっぱいあります。それが私の根底に入ってきますから、そういう中で自分自身が義人とされていると分かります。クリスチャンとされた、でも罪人であるということを強烈に教わったのが進学校2年の初中学校なんです。自分がそんな罪人かということですね。だからこのシモンのペテロの言葉が分かると言ったらちょっと傲慢かもしれませんが分かるような気がします。9、私のようなものから離れてください。私は罪深い。私ももう死が離れていくようなことを感じしました。申し訳ありません。自人にして同時に罪人、ここを罪人というところをきちっと捉えていかないと清めではありません。私たちはシモン・ペテロに対してイエス様が言われたように深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさい。でもお言葉通り御言葉の上に網を下ろします、ね、ヨハネの福音書を取っていただきます。ヨハネの福音書2章19節、20節。イエスは彼らに答えて言われた。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを建てよう。そこでユダヤ人たちは言った。この神殿を建てるのに46年かかりました。あなたはそれを3日で建てるのです。しかしイエスはご自分の体の神殿のことを言われた。イエス様がここで自分の体、過去の体を言っていることは間違いありません。過去ですね。全体的ユダヤ人たちは何と言ったか。この神殿は建てるのに46年かかってます。これが事実です。こういうことです。認識です。数学です。来るんです。これが事実です。あんた何を言ってるかと来るわけです。それに対して私たちが答えるのはこうなんです。いや、私は3日で建てると言われたイエス・キリストを信じています。これが教会なんです。いいですか。46年かかって60年かかって100年かかって、いや、私は3日で建てると言われたイエス様を信じてるんです。奇跡が行われるんです。これまでいろいろやってたけどもダメだって言うんじゃないんですよ。3日で建てると言われたイエス様がそれを固く信じてるわけです。この復活の体が教会ですから、エペソブですね、1章の23節、エペソ1章23節、教会はキリストの体である。教会はキリストの体、今言われた復活の体、一切のもの一切のものによって満たす方の満ちておられるところである。
して、第一コリントの12章27節、あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。そして神は教会の中で人々を次のように任命されました。すなわち第一使徒、第二預言者、第二教師、第三役員ということになるわけです。ここはでも中に監督と羊、役員のことです。一人一人が選ばれているわけです。